浪費くんね、はい、26歳26です。何やってる？アルバイトしながら、うん、バンド活動を。あ、バンド？へえ。あ、そう。何？何楽器は？ドラムです。ドラム。へえ。それで若林くんのことが好きだと。はい。これよ。これだよ、はい、なぜ好きなのか分かりません。そんなことある？分かんないですね。結構家で考えてみたんですけど、うんうん、これだっていうのが見つからなくて。なるほどね。土肥さんがなんで若林さんが好きなのか、どこが好きなのかっていうのを確認したいということで、ちょっといくつかやりたいことがあるんですよね、うん、はい。ああ、それやったら分かるかもしれない、うん、かもしれない。ああ、じゃあやってみようよ、うん、まず何触ってみたい。いや、触ったら分かんかもしれない。なるほど、ね、今まで触ったことがないからね。た新たなことしてみようってことか。うん、触ってみたい。ちょっと待ってよ、うん、俺だってさ、なんだろう、口うるさいタレントの、まあ、新人としてやってるわけじゃん。そう、スタッフに口うるさいタレントの新人としてこの業界やってるわ。いくらテレビとはいえ、うん、私の意思無視して触りたい、うん、触らせてやってください、スタッフさんが、うん、はい、分かりました。そういうタレントじゃないですよ、私は。口うるさいタレントの新人ですから。久々に出てきた。なるほど、ね、口うるさいタレント。だから俺の気持ちまず聞いてよ。なるほど、うん、うん、ちょっと聞いてみな。若林さん、触ってみてもいいですか？もちろんいいです。いやいやいや、ちょっとテープがもったいなかった。信じられないだよ。いいでしょ、別に触ってもね。全然いいですよ。うん、じゃあ、じゃあもうどこ、ここに立っていただいたよ、釜石さん。もう終わった。じゃあ、牛さんの方を向いていただいて、はい、せっかくなんで。どういう体勢、このままでいいですか？はい、失礼します。空港かよ。なんだろう、うん、ちょっとまだ分かんないですね。もういい、体さ、何だったんだよ、はい、じゃあ一回座ろうよ。なんか触り方がなんか俺を好きな人の触り方じゃないよ。好きは好きなんだよね。好きは好きです。もう一個いいですか？まだある？はい、これじゃあもう最後よ。はい、何、この距離でちょっと春日さんに突っ込むところをこう見てみたいな。まあいいですよ。ここゴレないのね、別に。漫才の時みたいな感じ？まあ、はい。ツッコミか。何言ってんだよ、お前。待って待って待って。何も言ってないし。